はい、おはようございます。スタイルブックの最終日の撮影が今からあるんですけれども、今日一日密着してくれるということでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日は朝8時から終わりが夜なんですけど、そんな日が2週間続きまして、やっと今日最終日です。なんかすごい眠たい。8時前とかですね。今日はまあ9時とかに終わるかな、分かんないけど頑張ります。一日よろしくお願いします。ちょっとメイクと髪の毛やっていきたいと思います。もうすぐ終わりだ。いつもは自分でアレンジをいっぱいしていくので、最初はストレート目から始まって巻いて最後アップにするような感じで300回、330回。1年以上着る服を多分毎日外の応用服って着ないじゃないですか、きっと。多分1日部屋で過ごす日とかもあるから、多分1年以上のコーデを2週間で全部コーラーしてはい、なんかこれかわいい。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと着替えます。おいしい。Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get it, split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on ya. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you? Don't you? Don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb. うん、これだけだったらいつもの私って感じ。気になるって感じ。はい、これ合わせるとちょっとまた変わります。大人気になる。いきます。何のポーズ？やめてください。やめてください。やめてください。あっという間に午前中が終わりました。最終日の午後も頑張りたいと思います。午後の方が時間もかかると思うので、ご飯を食べて気合を入れて頑張りたいと思います。アップにしますね。まった午後寝るじゃん。なんかよかったですね。ここがブワーあーレンズが、はい。はい、
Too small, I got big goals, baby. Hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get it, split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown. 午後にいきなり寝起きから始まり、一日頑張っていきたいと思います。午後も頑張ります。かわいい。したありがとうございます。まだ時間がないんです。明日もランク来るみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ大変だった。ああ、でも楽しかったです。本当に。めちゃくちゃかかったから。また後で話します。すごい。めっちゃいい。めっちゃいい。やばい。I'm gonna show you.
ちゃんと全部押さえてよ。皆さんで一緒に頑張りました。本当に私だけじゃなくて、なんかみんなでさ、大学生になるでしょ。本当に楽しみ。しっかり内容が決まってんの。360みたいな。そうです、ね、残血力が今までの2人で一番強かった。今までで今までで今までの経験をフルに使います。フルに使います。本当に良かった。今までやってきてよかった。今日は一日動画を見てくださってありがとうございました。この動画は1日分だけなんですけど、2週間こんな感じで毎日朝から夜まで一緒に皆さんと頑張りました。ということで4月9日スタイルブック発売されます。皆さんよかったら見てください。本当にあのファッションがすごい、もうとにかくファッションを詰め込んだ365コーデが一冊になってて、すごい見応えがあると思いますので、皆さんすごく楽しみにしててください。じゃあ終わります。終わります。ということで1日密着どうでしたでしょうか。こんな感じの撮影を2週間頑張りました。気になる本のタイトルはまるっと365日自分史上一番垢抜ける3色コーデ帳です。こちらが4月9日に発売をします。ファッションに特化した本ではありますが、ダイエットやメイク、インタビューなどなど盛りだくさんの分厚いスタイルブックになる予定です。そんなスタイルブックが今日から Amazon にて予約を開始いたしました。詳細は概要欄にも貼ってあるので、よかったら見てみてください。そして発売記念でいろんな企画も考えてあるので、こちらは私の Instagram で随時発表していきたいと思います。本当にたくさん準備をしてきて、たくさんの思いがこもった初のスタイルブックです。みんなにとって教科書みたいな存在になるといいなって思っております。お楽しみに。では皆さんありがとうございました。きりまるでした。バイバーイ。